はい、おはようございます。今日は外は、東京にしてはだいぶ大雪でですね、なんか20センチぐらい積もってるとこがあるということだったんですが、今日外出てみたら、まあそれでもね10センチ近く積もってました。なので、結構東京は麻痺するんじゃないでしょうか。ということで、まずしおんくんとかちゃこちゃんを出す前に、ケージの外にですね出す前に掃除をしようとしていたところ、ちゃこちゃんはものすごい勢いで、腕をかいくぐって、外に飛び出しちゃいました。で今、騒ぎをいろいろ起こしてですね、いろんなものをちょっと、それはやっちゃダメみたいなことをやっています。そして、掃除もとりあえず済ませましたので、仕方ない、しおん、あーダメだって言ってるのに、はい、ちゃこちゃん、ちゃこちゃん、ちゃこちゃんおいで、人間からは逃げなくていいんだよ、大丈夫だよ、怒ってないよ。それとですね、ちょっとまだ不確かですが、ちゃこちゃんは今 5ヶ月になりますけれども、泣き方がやっぱり発情期っぽい感じの泣き方になっているような気がします。そう、これは、ちょっと上げて、そう、まあしおんくんの方が、去勢しているので、まあ大丈夫かとは思うんですけれども、ちょっとね保護主さんと相談しなきゃいけないかなと。ただ5ヶ月で手術していいのかな、なんか最近も早くて4ヶ月とか、手術も昔は6ヶ月以上とかだったのかな。そう、そうか、4ヶ月で発情しちゃったりもするので、発情はそうかもしれないけど、体がね大きさ的に手術に耐えるのかっていうのが、ベテランの人に相談をしてみましょう。で、夜中中泣いているそうなので、なかなか大変だと。しばらく、相手しなければ、だいぶ経ってから諦めてって感じです。ということで、いい？出して、じゃあ。はい、しおんくん、はいはい、ちょっとイレギュラーになっちゃったけど、ちゃこちゃん、ちゃこちゃん、ちゃこちゃんちょっと乱暴、あんたレディーなんだからね、もう少し、はい、もう少しゆっくり穏やかにね、
書いてあるのを見るとチャコちゃんが来園してきてびっくりとか言われて、チャコちゃんが急にベッドに飛んできてびっくりした。その前がジャン君幸せそうに何してるのかなと思ってすぐに、夜中にやってるってこと？あ、夜中に外出てないもんね。今か。今じゃなくて、今つけてないから、うん、昨日結構走ってきてて、ちょこちょこ。はいはい。よし、もうしましょう。
赤ちゃんは自分でもどうしていいか分かんない感じなんだろうね。なでなでとかブラッシングでなんとか収められるのかな。発情期のまま譲渡会行っちゃうとさ、やっぱり逃げ出す可能性とかもあるかもしれないね。